はい、おはようございます。令和2年6月10日水曜日、浩二郎です。今日も、会社に向かおうとしております。まあ皆さんね、何時ぐらいに会社出てるんでしょうかね。まあもちろんおそらく9時始まりがほとんどでしょうから、まあそれに間に合うようになんでしょうけど、例えば会社まで1時間であると、まあ8時に出るよりも例えば7時半に出ると、で7時半に出ようと思えば1時間半で6時あ1時間ぐらいで6時半っていう感じですかね。6時半、まあ6時6時半ぐらい起きるんでしょうかね。もっと遅い7時ぐらいにね起きる人もいるでしょうけども、皆さんはどうでしょうかね。通勤時間が結構ね、ものを言いますね。通勤、まあ通勤がなければね、9時始まりだったら9時でやりゃいいんでしょうけど、まあテレワークとか在宅、まあ朝礼とかやるんだったらね、そういう会議用のアプリケーションで立ち上げて9時に顔を出したらそれでいいんでしょうけど、まあまあそれも何でしょうかね。まあ例えば学校教育始まって学校も9時とかね、1時間目の授業が9時があって、まあどうでしょう、8時半とか全校朝礼とかあるんでしょうかね。何時ぐらいに行きよったかもう忘れましたけど、まあそれの延長ですよね。まあ文句を言うてもしょうがないんですけども、学校教育の延長線上を、でその前はね、やっぱりね、軍隊でね、軍隊の延長なんですよね。ね、なんかの本、藤原和弘先生やったかな、本読んだ時に、その学校教育いうのはもともと軍隊ね、例えば図工も体育も数学も国語も社会もね、軍人を養成するための、勉強なんですよね。音楽もそうですよ。だからそれから例えば明治以降ですね、そういった学校教育が始まって、まあ強い国を作るということで軍隊いうことなんですけどね、まあそれをまあまあ日本だけじゃないですよね。他のアメリカでもイギリスでもフランスでも、まあ学校いうところはそうじゃないですかね。まあいろんなね、携帯の、通信制とか、あと校舎のない学校ね、あのネット上の学校とか、あ、ちょっと今眩しかったですね。申し訳ありませんね。そういった、今はオンライン上のね、学校とか、そんなのがあって、まあ特にね、まあ高校のオンラインとかになると、やっぱ国語算数とか、まああるんでしょうけど、社会人とか、大学、性対象になってくるとまた違ったね、勉強をするということなんです。まあそういう軍隊のね、方式っていうか、軍人を養成するためにね、やっぱり学校教育っていうのがあったということです。まあ今もね、軍隊言うても日本は軍を持ってないですし、徴兵制ではないんで、ね、そういう、まあ教育をずっと続けてますからね。まあ世界もそうですけど、
ぱり教育の仕方をね、やっぱり合わせて、まあ別に4月入学でも9月でも別にいいんでしょうけど、まあそういった問題じゃなくてね、根本的にどういうことを学ぶかっていうのを、もうちょっと考えた方がええかもしれないし、まあもう学ぶのはね、今も、まあ、YouTube でね、まあ私のチャンネルで何を学べるねん言うのですけど、他にね、やっぱりいろんな人がいますので、まあ、そういった中でその、まあ池早さんも言うてますけど、YouTube で十分なんですね、勉強するのはね。いろんな人がいますので、勉強はできると思います。ということで、まあ学校はいらないいうことにもなるんですけどもね。まあ、何は言うても、まあ東京大学ね。東京大学とかね、やっぱり、有名大学、そういったところに、まあ、入るっていうのがやっぱりまだまだステータスですけどね。ちょっと眩しいですかね。あら、ちょっと眩しいですね。はいはい、すいません。まあもうね、夏日で、もう半袖の人もいますけど、まあちょっとね、最近人の通りが夏場ですので多いんで、なかなかうまいこと喋れないんですけど、まあでもね、社会人になって、まあ10年、20年と過ぎていくうちに、やっぱりテクノロジーとか、勉強自体が変わったでしょ。ね、僕ら小学校、中学校で学んだことが、まあ、違っていたりね、今の教育では。まあそんなのがコロコロあるので、学び直しっていうのは、やっぱり必要じゃないかなと思いますね。まあしきりにね、最近はそう思いますね。まあその、まあ、社会人が学び直すのに、まあね、一旦会社退職して、まあそれもね、一ついいと思いますけどね。まあその働き持ってね、こうやって YouTube を見て、まあそういう努力も、まあ、それはそれでいいと思いますし、まあ人それぞれにね、あったやり方で、まあこれが正解とか、まあこうしちゃダメっていうのはないと思うのでね。まあ、お前健一さんが、まあそういったことで遅れをとってもね、納得した人生なら、それでいいというふうな、まあ、お前健一さんがね、言うてます。一度リセットしてね。まあ、周りに多少遅れてもね、納得した人生なら、楽しめるっていう風なね、まあ、僕のねそれ、好きな言葉なんですけどね、そういうのもありますのでね、皆さん、まあ、勉強するっていうのはやっぱり大切なことですね。まあ今日は、この辺でね、締めたいと思います。それでは行ってらっしゃい。